どうも皆さんこんにちは、ほうです。今日はですね、こちらのダッチのラムトラック1500というパトカーでパトロールしていきたいと思います。今回はですね、リクエストにあった猛吹雪の中でパトロールしていきます。なので今回はですね、服装はね、ちゃんと冬のね、服装にしておきました。これで大丈夫ですね。初めて出てくるキャラクターなんですけどね、今回保安官でやっていきます。新米保安官ですね。こちらのパトカーは全て青色の LED です。車内にはね、牢屋とかもなく覆面パトカーになっております。非常に綺麗ですね。前回ですね、どちらのマイクの方がいいですかというアンケートを取ったところ、こちらの TLM49 の方がいいということだったので、今回からはそっちにしたいと思います。待ちなさい、何をやってるんだ。待つんだ、止まりなさい。とんでもないやつだな。サブ機を出そう。降りてくるんだ、車両から降りてくるんだ、車両から降りてこい。よし、逮捕します。で、今回ね、もう一つリクエストがあって、このレティクルをね、消してやるといいですよっていうコメントがあったので、今回ちょっとレティクルの方を消したいと思います。こんな感じで真ん中の点がね、なくなりましたね。これでちょっとね、銃撃つときは大変になりますけどね。おお、隣にももう一人乗ってたな。まずはこの女のやつを逮捕してから、もう一人逮捕しに行きましょう。そこで待っときなさい。さあ、あなたも降りてきてください。よし、手錠かけますね、安全のために。めっちゃタトゥーしてるな。よし、パトカー1台呼んでいきましょう、こちらに。で、何を持ってなかったら一旦車両の中に入れておきましょう。この人ですね、ホームメイドのガトリングガンですね。ガトリングガン、自作ガトリングガンを持ってました。こちら違法みたいです。逮捕しておきます。車両に入っておくんだ。あ、こちら銃の許可持ってないですね。持たずに作ったので違法みたいですね。さあ、じゃあ今度はこの女のやつを調べていこう。女の方からアルコールの匂いがするということで。さあ、飲酒運転してんのか君は。さあ、私の車はどこをぶつけられたんかな。側面を擦った感じですね。 0.046% でお酒飲んでますね。ここがへっこんでますね、この部分ね、ヘッドライトの下あたりが。ということで、なんかトリプルブレードソードっていうのを持ってましたね。さあ、こちら逮捕します。連れて行ってもらいましょう。じゃあこっちの男のやつもね、連れて行ってもらいますね。お、どっかで銃撃ってるな、これ。また変なことをしようとしてるのか。降りてきて、降りてきて。どっかで銃撃戦が発生してるわ。街中の人たちがびっくりして逃げてる。めっちゃ驚いて逃げてるぞ。おー、到着したね。じゃあ、あとは頼むよ、どこで撃ってるか。ちょっと僕はね、確かめに行くからね。どこだ、どこだ。めっちゃ走りま、うわー、危ない危ない、引かれそうになってる。大丈夫大丈夫。こっち側行ってみましょうか。誰だ、さっき銃撃ってたやつは。おー、ゴミ箱が倒れた。なになに、うおー、銃持ってる、構えてる構えてる。拳銃構えてんぞ、あいつ。撃ってきた、やばい。うわ、ちょ、待て。武器下ろすんだ、武器を。 OK、 いえ、まだ撃ってる、まだ撃ってる。 OK、 逮捕できそうだね。かなり撃たれてしまったけど、こいつか、びっくりした。よし、逮捕します。ちょっと今回盾使っていった方がいいな、こういう時に盾使わないとね。さあ、もうお腹の中に銃弾を撃ち込んでしまったので、救急車呼んどきますか。他には違法なものは持ってないですね。本当にね、今回使ってるマイクの出番が出てきてよかったなと思います。このマイク買ったはいいけどね、全然使ってなかったんでね。もう売っちゃおうかなって思ってるぐらいね、使ってなかったんで。もう本当によかった。見てください、もうチリアードさんももう真っ白になってますね。ちょっとね、ロケーションミスったかもしれないね。このあまりにも田舎すぎて、そんなに事件が起きないんだよね。もうちょっとギャング地帯とかの方が良かったかもしれないね。あ、でもなんかフラフラしてんぞ、あいつ。何やってるんだ、あの黒い車。フラフラしてますね。ライトがつかない。止まりなさい。
どうしたの？それはなんかお酒飲んで運転してんのかな君は。サメギに寄ってください。止まって止まって止まって。めっちゃごつい車だな。この車よりでかいよ。特に逮捕状とかはないですね。 LED を消したらね、普通の車とほとんど変わらないので、覆面だとはあまり気づかれないと思います。で、緊急走行時になるとこうなるんでね。あ、覆面だったのかみたいなね。見てください、これかなりの威圧感がありますね。で、後ろの LED はちょっと少ないんですよね。前がめちゃめちゃ多くて。さあ、2人乗ってるな。どうだどうだこれ。うわ、逃げる。やっぱりなんか逃げるかなと思ったわマジか。なんか一瞬ね、フレームが落ちたんですよ。フレームレートがね、カクってだからなんかこれ逃げるんじゃないかなみたいな。待ち上がれ、めっちゃスピード出してるなあれ2台呼んできます。この雪の中、うわー、自爆したわ、自爆しましたね。さあ終わりだ、もう逃げ道はないぞ。降りてこい。さあ武器を下ろすんだ、地面に伏せなさい。おー、いってるいってるいってる。あ、じゃあ逮捕任せましょう。もう一人の方逮捕します。乗ってる方もね。待ち上がれおばさん、待つんだ。めっちゃおばあちゃんだねかわいそうだね本当に。なんという親不孝者だ。手錠をかけました。多分この人にとっては初めての手錠だったと思います。この年でこんなことになるなんて、50年間真面目に生きてきたのにって思ってると思いますね。てかこの車どうやってこの中に入ったんだろうね。全然柵が壊れてないんですけどでもこのおばあちゃんさ、ワイヤーカッター持ってるんですけどポケットナイフも持ってるぞ。どういうことだそれ。そのポケットナイフは何に使おうとしてたんでしょうかね。果物剥くにはちょっとね、そんなわけないよね。果物剥くために持ってた。特に逮捕状もないですね。1951年生まれです。まあこのおばあちゃんもちょっと話聞くためにね、パトカーに入れておきましょう。もう一人の方は逮捕できた？ OK、 逮捕できましたね。え、なんかパトカー壊れすぎ。いや、誰か撃ってる、誰か撃ってる。何があったんだこれ、まずい。何何、誰誰誰だ。ちょっ、まずい。ここは盾を使わないと。何何何、誰が撃ってるんだ。誰誰誰誰、どっかで誰か銃撃ってたな。こっち側かな。撃ってる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 。やばい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 。すげえ、ここ住宅地なんですけど、まだ射撃場じゃないよ。誰だ、間違って撃ってるやつは誰誰誰誰。フルオートで撃ってるよね、しかも。すげえ真っ白だね。はあ、でもなんかめっちゃリアル。この縦の上の部分の方に雪が積もってるすごいリアルだなこれ。ちゃんと反映されてるよ。で、ちょっとね、縦の構え方がね、かっこ悪いっていうことなんですけどねこれ以外に構える方法がないんだね。仕方ないですね。ちょっとね、ダサいかなと思ってしまうんですけどで、あとね、これね、カービンライフルとか持ちながらはできないですね。確か警棒だとできるんだよね。警棒とハンドガンだけですね。どこだ、やっぱりどっかで撃ってんな。探しに行くか。どこで撃ってるんだあいつ。誰がどこで撃ってるんだ。あー、近くだな。場所がわからない、全く。マップにも表示されないこのリアルさね。ちょ、まあ一回この車回収しておきます。ちょ、まだ近くにいると思うんで。あ、これか。え、あ、こいつだ。武器を捨てるんだ、武器を捨てるんだ、武器を捨てるんだ。うち持ってますね。武器を捨てろ。 SMG を捨てるんだ。 OK、 いいぞ。なんだこの魚屋のおっちゃんみたいな人がOK、 いいぞいいぞいいぞ。なんとかなんとか逮捕できた。誰か殺した、まさか。住宅街で発砲するとは、無差別殺人を行おうとしてますね。誰か怪我人はいるんかな、どうなんでしょうか。
お酒の匂いがするということですね。息がおかしいみたいな、イレギュラーな息をするのでお酒の影響ですね。酔っ払った状態ですね。さあこちらはですね、パトラングっていうものですね。多分投げナイフみたいなやつかなを持ってましたね。よーし、ドラッグの検査しておきましょう。お酒よりドラッグの可能性あるんじゃない。こんな事件を起きてながらこんなこと言うのなんだけどさ、平和だねこのこっちの方はあのギャング時代でこんなこと起きたらさ、めっちゃ大銃撃戦になるからね。それと比べたらめっちゃ平和だわ。ちょっとね、めっちゃぬるい、めっちゃぬるいわ、なんか生ぬるい。もうちょっと激しくなってほしいんですけどね。交通量増やすモッド入れてもね、この程度の交通量しかないので、やっぱりここは田舎なんだね。まあでもちょうど新米にはちょうどいいかもしれないね。え、マジで誘拐事件が発生したって。マジかよ。そっち行きましょう。うわ、何やってるんだ君。いやいや、君どうやって後ろで手錠かけながらどうやって登ったんだあれ。よし、追いかけましょう。うわわ、びっくりしたなんでそんな急いで行くのもうよっぽど早く仕事を終わらせたいんだね。めんどくせえなーみたいなこっちは書類作らなくちゃいけないんだよみたいな。やっぱりね、このロスサントスではね、もう1日に何人もね逮捕してるんでね、書類作りが大変なんでしょうね。うわー、危ない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 。なんかこの車やばい、ひっくり返りそうになってる。あ、ちょっと待って待って待って、どっか行ったぞ。消えた。え、到着が遅すぎたみたいで誘拐されてしまったようですね。マジかマジか。ここら辺やっぱり交通量がすごく多いですね。今回はね、ここに来たということはね、ちょっとねカルト宗教の方にね行ってみたいと思います。おお、トラクターを追跡中みたいですね。やっていきますか。行きましょうよ。こっち側？パトカー1台で追跡中みたいですね。面白いな。行きましょう。おー、いたいたいた、トラクターあったフォードのトラクターですかね。めっちゃ古いトラクターだ止まるんだ、何やってるんだ。うわー、ぶつかってきたぶつかってきたうわー、ごめんなさい引いてしまったちょっと待って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 、止めとこう止めとこう。いいぞ。さあ降りてくるんだ。よし、逮捕しよう。もう盾いらないな、盾は捨てておきましょう。この盾ね、無限で出せるんでね、もうしまうんじゃなくて捨てるっていうねよく動くな、こんな古めかしいやつで、サビサビのやつでよくエンジンついたな。さあ電話と写真ですね。あ、そういえばなんか思い出したんですけどね、一人なんかお腹に銃弾撃ち込んだ人を逮捕したと思うんですけど、その人ちゃんと病院連れて行ったっけ。連れて行ってないような気がする病院に連れて行かないといけないとか言っときながら病院に連れて行ってなかったようなと思うんですけど。よし、逮捕しといた。あ、また盾を取ってしまった。もう盾いらないわ。また盾を取ってしまった。盾いらないって。ほら見てください、めちゃめちゃ寒そうな場所だね。めちゃめちゃ寒いよ。またなんかハイキングしてますね。もうここら辺危険だからあんまりハイキングはしない方がいいと思うんですけどね。さあ上の方に登っていきます。うわー、横転してしまっためっちゃつるってきたわマジか。交通量5倍にしてもここは誰も通らないんだね、ほとんど。こういうところはちゃんとチェーンのタイヤを履かないとダメなんですけど。いやー面白いね、いいね。おお、めっちゃかっこいいさあこの上です。ありましたありましたありました。ここに誘拐されてるんじゃないでしょうかね。大丈夫？さあ開けるんだ、パトロールに来たんだ、開けなさい。ということでね、ここではね定期的にねパトロールすることになってるんで入ります。
こんな風にね、パトカーが入ってね、パトロールします。ここは何度もね、強制捜査が行われたというカルト宗教の本部なんですけど、君何やってるんだ、どうしたんだ、何何この人、どうしたの君、どうしたの君は、ちょっと名前の方聞きましょうかね、大丈夫か、なんかおかしそうなやつですね。ドラッグ使ってるんでしょうかね。ちゃんとここも逮捕状はないですね。検査しておきましょうか、簡易的に。なんか変な不思議な音楽流れてる。さあ、ドラッグはやってないようですね。さあ君、どっか行きなさい、道を開けなさい。お、なんかあんなとこに誰か撮ってるわ。あれが教祖様なんでしょうかね。おー、めっちゃすげえところだな。こんにちは。ちょ、ここ危ないね。ちょっと違うとこ行こうか。かなり危険だぞ、これは。ちょ、ここ危ないと思うんでね、ちょっと違うとこ行きましょうか。危ない、落ちるよ、落ちるよ。落ちたら死ぬよ、それ。ここら辺で話を聞きましょう。黙る権利があるって言ってますね。もうめっちゃなんか嫌ってますけどね。定期的にね、もうここに来てね、調べるっていうことになってるんで。さあ、また新しく逮捕状が出てないか調べましょう。逮捕状は出てないですね。ドラッグもやってないようですね。あ、こんなところになんか金属バット置いてあるわ。ほんと、わけのわからんやつらが多そうな場所だね。まあ、特に今回は何もないわ。お、なんだこれ、怪しい車、どれだどれだ、この先じゃないか。怪しい車がいるということで、誘拐犯か、まさか誰か乗せてんのか、誘拐した人。お待ちなさい、わ、ちょっとどいてどいてどいて。ライオンが待つんだ。あー、何やってんの何やってんの、大丈夫か、下山してる、すげえな、あれ。ありえない。とんでもないな。なんというやつだ。信じられない。絶対車壊れると思うんですけどね。おかしい、おかしい、おかしい。おかしいだろう。どう考えても。僕は真似できないわ。ちょ、こっから行ってみますか。逃げてるね、怪しいね、あれは。さあ、ちょっとごめんなさいね。もう僕も道使うのめんどくさいんで、こっから行きます。あの車が行けて僕が行けないわけがないというね。うーわ。壊れるわ、これは。おー、行けた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 、すげえところだな。おーし、おし、いいぞいいぞいいぞ。待つんだ。ザ・ロストのギャングですね。誰か道の真ん中で立ってる、危ないな。自殺志願者か。おー、いた。ぶつかってますね。相当慌ててるな。待て、どこに行こうとしてるんだ。これ武装してる可能性ありますね、気をつけないと。こちらに、うわ、すっげーめり込んでる。これは動けないよね。よしよし、いいぞいいぞ。パトカー呼んでおきました。大量に呼んでおいたので大丈夫です。さあ、車両から降りてくるんだ。あれ、女の人が乗ってる、一人だけ、一人だけか。 OK、 いいぞ、逮捕します。おー、しよしよし、かっこいいね、この逮捕の仕方。この人なんかザ・ロストのギャングじゃないんですけどね、服装はね。持ち物見ておきます。君はなんか車盗んだのか、まさか。そんなわけないよね。不審な液体を持ってました。こちらね、 LSD かもしれません。何かわからないですけど、調べたいと思いますね。こっちに入れとこう。
この車両の中に入れとこうか、安全だから。僕の車両牢屋ついてないんでね。さあ入れとこう。オッケー、いいぞ。ショットガン向けてるよ。いいねいいねいいね。さてこの液体は一体なんだ、調べるのが楽しみだぞ。フェンタニル、フェンタニルなんでしょうかね。そうみたいですね、フェンタニルでした。オレンジ色に変色したのでフェンタニルだったようですね。じゃあ戻りますか。戻る前にちょっとあの前に歩いてる変なやつを質問していこう。君何やってるんださっきから。大丈夫？酔っ払い？めっちゃふらついてるね。ちょこっちに来て、危ないですから。ひげもじゃもじゃ、しかも短パンだよ、こんなくっそ寒い日に。え、君風邪ひくよ。なになになに、どうしたの？大丈夫か君、ほんと。まず持ち物を見ていこう。おお、覚醒剤持ってますね。オッケー、いいぞ。これはいいやつを逮捕できる。君は逮捕だ。マジか。さあ車両に入っておくんだ。てかもうこの車もうボロボロになってしまったね。オッケー、回収されたか。じゃあ戻りますね。え？なんか死んでる。ウサギが殺されてる。引かれて死亡したようです。この遺体の回収も行っておきましょう。マジで？エアクラフトクラッシュって書いてますね。こちらやっていきます。ヘリコプターが墜落したのか。これまずくない？今回猛吹雪とか言っときながら全然吹雪いてないな。ちょっとどいてどいて。こっち側？オッケー、行こう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 。え、どこが道だ？こっち側か。特に煙とかも見えませんね。この上か。うわお、びっくりした。今回爆発しすぎ、びっくりしたわ。すごい爆発したな。めちゃめちゃ爆発しております。消防車呼ばないと。大丈夫か、どうなってるんだ。消防車呼んでおきます。おお、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ火が、かなり火が来てますね。危険だ危険だ。おお、消防車が。めっちゃ滑ってる滑ってる。大丈夫？よし、じゃああと召喚してもらいます。あれ、ヘリコプターがなくなってる。あ、ここにいるわ。大丈夫ですか大丈夫ですか。こちらに救急隊員呼びましょう。うわお。今のは死ぬわ。大丈夫？おー、結構集合してくれましたね。僕は到着までその間ね、心臓マッサージやってます。おー、かなり来たぞ。お、成功したぞ。生き返りました。よしよしよし、 OK。 大丈夫か。 OK、 到着しました。今回全く関係ないんだけどね、お昼ご飯抜いたんですよね今日。初めてなんですけど、基本的に僕3食ねちゃんと取るんですよね。朝もパンでしょ。朝はねパン、焼くパンと焼いたパンと、そこにあのオリーブオイルをですね、エクストラバージンオリーブオイルをベターってかけて、そのままパンで食べるっていうね。で、あとバナナを食べるんですけど1本、まあ、それが朝食なんですけどね。で、たまになんか卵とほうれん草のやつを炒めたやつを食べるみたいなやってるんですけど、あとソーセージか、ソーセージを焼いたやつ食べるっていうのをたまにやってるんですけど、まあ基本パンとオリーブオイルとバナナが朝で、
昼はちゃんとご飯1合炊いて、なんかね、魚とかもしくはなんかね、豚肉のソテーとかを食べるんですけどね。で、お昼もね、1合炊いて、全部1合全部食べるんですよね。そのお昼だけで。で、夜も、1合ご飯炊いて、1合全部食べて、なんかね、魚とかね、夜は夜で食べるんですけど、今日はね、ちょっとね、ぼんやりしすぎてね、あまりにも時間が経ちすぎてたので、ちょっと昼を抜いたんですけどね、昼抜いたらめっちゃ腹減ってくるな、ほんと。めちゃめちゃ腹減るわ。死ぬほど腹減るんですけど。いや、ほんとに今、16時10分なんですけど、お腹空きすぎて、大変ですね。昼食べたいなよ。やっぱりちゃんと昼は食べた方がいいね。お腹空くわ、ほんまに。誰だ、ここに車止めてる人は。え？急に天候が悪くなってきたね。ナンバープレートついてないぞ。あ、前だけついてるんですね。ロスサントスは後ろもつけなくていいのかな。さあ、ちょっと君何やってるな。これ君の車か。どうしたのどうしたの、大丈夫？ちょっとお名前聞かせて。君の車ですかね。君の車ではなさそうですけどね。大丈夫か？何してるんだこんなところで。逮捕状が出ております。逮捕しますね。何で逮捕状出てるんだろう。ちょっとパソコンで調べてみようかな。でもクラッシュしそうだね。怖いね。ポリスコンピューター使うとね、クラッシュめっちゃするんでね、あんまり使いたくないんですけどね。うわ、ごめんなさい、間違って殴っちゃった。もうボタン操作ミスですよ、本当に。ごめんよ、間違えて殴っちゃったわ。ごめんなさいね。もうこれはもう石でつるって滑ったことにしようかな。もう死んでしまったら。もうだってこんなさ、サンダル履いてるからね、つるって滑ったんだよ。そういうことにしておきたいと思います。間違っても殴ったっていうこと。あ、もう死んじゃってますね。いや、これもう石でね、つるっていったんですよ。そう言っときます。じゃあこちら回収に来てもらいましょう。ちょっとね、コンピューター使えるかな。コンピューターでちょっと見てみたいと思うんですけど、先ほど逮捕した人。あ、あったね。アラートついてますね。見てみると、これはなんて書いてあるんだ？逮捕内容はこうなってますね。まあ、なくなってしまいましたけど。OK、回収されたね。いや、もうめっちゃボロボロになってる。うおお！マジか！しかもこれどっかのワンちゃんだぞ。なんていうことだ。これはまずい。これはまずすぎる。ちょっと待って。獣医さん呼びます。こちらに来てください。おお！ジャンプしてきてくれたのは嬉しいけど、その代わり僕の車は消えたんですけどね。どうすんのよ、本当に。あ、死んじゃったって書いてますね。ちゃんと連れて行ってくれるみたいです。うーわー、お破壊していってる。何やってるんだ君。大丈夫か。ちょっと待って、追いかけるの大変だな。ちょ、待って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 、めっちゃ破壊していったよ君。止まってください。後ろにナンバープレートがついてないぞ。おーし、よし、ここに止めておきます。この車だよね、間違ってないかな。覚えてないんですけど、短期記憶全然できないんでね、もうすぐ忘れちゃうんで。どうしたの、大丈夫？酔っ払いですかね。チェックしておきましょうかね。あと免許証の方を見せてもらいましょう。別に特に何も匂いとか感じません。じゃあ ID の方を見せてくださいね。おお、なんかここで盗まれたトレーラーが走ってるということで。さあ、パソコンの方でチェックします。逮捕状もないし免許の方も有効ですね。一件なんか昔に逮捕されてますね。10月4日ですかね。公共の場で飲酒したということで逮捕されてるようですね。
で、車の方にはアラートもついてないですね。クラッシュしましたね。それではチャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。また会いましょう。バイバーイ。